よいしょ、こんばんは。あら、待って、椅子が椅子が欲しいか。よいしょよいしょ、こんばんは見えない。こんばんは、ありがとうございました。フェス配信見てた、ありがとう。配信でご覧の皆さん、現地に来てくださった皆さん、ありがとうございます。足に貼る、あ、かっこいい。配信見てました、ありがとうございます。こんばんは。楽しかったよ。よいしょ、待って。フェス楽しかったです。よいしょ。よいしょ、え楽しさ伝わりました。こっちの方がいいかな。あれ、よいしょ、膝小僧大丈夫ですよ。なんか配信の角度が難しい難しい。いいかこれでこれでん？ん？でもうちょっと引いて、これでこうかな。あー、でもちょっとコメント見れない。どうですか、私は見えないですよね。どうしよう。難しいな。ここだね。私がしゃがめばいいんだ。はい、どうだ、どうですか。あれ、なんか違うなんか他のところが丸は映り、どうしよう、これでいい、これかな、どうしよう。お疲れ様でした、ありがとうございます。難しい。このみんなどうやってる難しいよ。そう、しっくりこない、しっくりしません。みんな白壁があるの？なんで？待って、なんで？白壁で配信したいのに、なんか白壁がない。
まあいいか、仕方がないっす。妥協した。こんばんは。これもあった。今日の夜はこれメグリズムしよう。あ、会場のフード食べましたよ。うんとね、牛串みたいな、串に刺さってるお肉食べたよ。立ち止まることしかできないのさ、踏切の向こう。お疲れ様です。そう、今日昨日の夜ご飯、私セブンイレブンの商品だったんですけど、すっごい美味しかった。川越の唐揚げ、そんなのあったの。なんかよく見てないけど、なんかお肉食べたかったので即決しちゃいました。あと、なんだ、トロトン丼みたいな、トロ麦トン丼みたいな、なんかそういうの食べました。いっぱい。いや、このバッグ一つでは来てない。なんでそんな何も入らないじゃないですかこれ。メイク道具も入んない。半日でもこれではいきません。こんばんは、かえりちゃんです。なんかさ、ゲームの話なんですけど、ゲーム延期になりましたってなったんだけど、さっき公式さんがさ、あと3日ですって言ってて、どうしよう、あと3日だったら、なんか25日の気持ちでいたからさ、大丈夫かなって心配。皆さん教えてあげてくださったら嬉しいです。あ、今日、そう、それによってやっぱりもう気持ちもね、入りよう違うじゃないですか。心配だわ。やっぱり短縮みたいな。遊びに来て、こんばんは。今日はその何、会場のご飯が夜ご飯なのでドリアは食べません。バラ、ありがとうございます。ネギトロを食べ、ネギトロあったんですか。嘘でしょ。なったの。そう。何？サメがパンダ食べてる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。パンダがサメ、サメがパンダ。自然渋滞盛り上がったね。サービスエリアの手前で、あー、ありがとう。ペンギン、ありがとうございます。センターを目指すんだ。なんかもう実は、あ、涼しい、ありがとうございます。うん、怖い話を聞かせてって、いいんですか、私が怖い話しちゃって。本当に怖い話しちゃいますよ。最近聞いた怖い話でもいいですか。でもなんか怖い話って内容もそうなんですけど、伝え方が大事だと思ってて、ちょっと
ちょっとリハーサルしていいですか。あ、考える、私が作る。あの内容はあるんですけど、なんか丸パクリだとあれだから、ちょっと待って、改ざんするね。私が知ってる怖い話を改ざんする。待ってくださいね。いや、期待しないでください。え、なんて言うかな。そう、そして、まあ、まずあの世の人と遭遇して、それで、まあ、気づいてなくてダメだよって言って、考えついちゃいました。ちょっとさ、雰囲気出すために部屋を暗くしよう。入り口と天井と、ああこれ怖い怖い怖い、待って、あ、これ何がいいかな。ちょっと今軽く作りました。いやでも結構有名なやつだから知ってる人もいるかも。あれ？どうやるの？落ちちゃった。あれ？あ、これね、これどうですか？これ。これ大丈夫？バーンされないかな？これで、じゃあ行きますね。え、どうしようかな？もうちょっと、もう一回。うん、そう。だって。これでどうですか。え、怖いよ。怖い。シルエットじゃあ怖い話テロップに入れよう。はい。なんで私こんな一人で楽しがってるの。心配になる。はい、じゃあ、まあ、乖離的な怖い話をします。乖離的なね、はい、いきます。じゃあ、私の実体験かのようにお話ししますね。あ、でもそれだとちょっと語弊が生まれそうだから、じゃあ、まあ、私の知り合いっていう体でお話ししますね。私の知り合いが A さんと B さん、 A さんがじゃあ女の子で、 B さんが男の子で、2人で車でドライブをしに行きました。A さんが女の子で、 B さん男の子の方が運転で、夜の景色を見に行こうと思って山奥の方に車で向かっていきました。そしたら B さんは道に迷ってしまって、車の
この地図マップも電波を受信できなくなってしまって、携帯も圏外になっちゃって、本当に夜景どころじゃなくなっちゃったんですね、道に迷っちゃって。それでこう進んでったら目の前に女の子がいたんですよ、山奥なのに。女の子がポツンって立ってて、車を近くに走らせるとこうやって手振ったんですよ。すいませんって。で、まあその運転してた男の人は優しいから、こうやってすいませんってやってる女の子に対して、え、大丈夫かなって言って、で降りてちょっとお話しして、そしたらまあその女の子も道に迷ったらしいんですよ。でその女の人に、一緒に来た A ちゃんにその女の子も乗せていいか聞こうと思って、もう一回車に戻ったんですよ。そしたらその A 子ちゃんがすごい静かになっちゃってて、元気なくなっちゃってて、でその B 君は A ちゃんに、ね、あそこの女の子も道に迷っちゃったらしいんだけど、一緒に車に乗せてあげてもいい？って言ったんですよ。そしたら A 子ちゃんがすごい怖そうな顔で、いやダメ、絶対にダメって。で B 君が、え、なんで、こんな山奥に女の子一人じゃ危ないじゃんって言って、 A 子さんが、え、絶対にダメ、え、なんでなんでって言ったら、あの女の人死んでるんだよって。え、何言ってるの。いや、あの女の人はね、この世の人じゃないの。え、何言ってんのって口論してたら、まあその女の子は自分でも歩いてどっか行っちゃったんですね。で B 君がGoogle マップとかを探してたら、いきなり電波がね通じたんですよ。県外じゃなくなったんですよ。それで A 子ちゃんに、ねえねえ A 子繋がったよ、電波良くなったよって。あ、間違えた間違えちゃった待ってください、すいません、間違えちゃいました。あ、もう一回途中から、もう一回 A 女の子の話をして車に戻るところから、すいません間違えちゃった、ちょっと話す順序間違えあの女の子がすごい心配だったけれども、A 子ちゃんに確認しようと思って車に戻りました。それで女の子も乗せていいって聞いたんですけど、 A 子ちゃんは、いや、あの人は絶対にダメって言って、この世の人じゃないからダメって、もう本当にお願いだからやめてって言って、で B 君が、え、なんでなんでって言ったら、その女の子が道路に立ってる時にこうやって手を裏に手振ってたんですよ。普通おーいってやる時こっちじゃないですか。でもその女の子はおーいってやる時こう裏で、裏拍手とか裏でこう手を振ってて、なんかそういう人はなんかこの世の人の人、この世の人じゃないみたいな風に言われるらしくて、あの子は危険だから絶対ダメって言って、彼女が言って、まあ B さんがまあ納得して、ああ分かったって言ってたら、その女の子がもう歩いてどっか行っちゃって、でそれと同時に電波が良くなってマップが見れるようになって、あ、すごいねえ、こう見て見て、電波良くなった、見て見て、あ、俺道分かるかも、よかったって言ったら、 A 子さんがすごーいって言って拍手をこうやって裏でよかったって言い始めて、あーっていう、ちょっとさ、一
回さ話すの失敗しちゃったからちょっと残念ですね。本当はもっと怖いんです。いや本当に怖かった、絶対嘘でしょバカにしてないほんとに？あ、よかった。あ、すいません、花火は関係ない。おしまい。怖いね。怖すぎて泣いてます。私もそれ初め見た時怖かった。もうないよ、もう私が作るしかない熱意が伝わったあ恥ずかしいおしまい。お部屋が明るくなった。次の生誕祭で披露しろよってねえ、生誕どのパートでですか。何で披露するの？うん。何も見ないでよく再現できました。頑張った。うん。だから生誕祭で階段なんかやっちゃったらもうね。ホラー好きです。これ朝飲もう、朝飲んだ？飲もうとした？これこれさ、冷蔵庫に入れるの忘れてて日中ここのホテルに出しっぱなしだったんですけど大丈夫かな。何時間だろう、うん、12時間ぐらい出しっぱなししてた。もっとかな。飲める？あかん、危ない、危ないか何で英子さん、危ないか、うん、あでも確かにこれ冷蔵庫なの、なんか書いてあるかな。あ、封は開けたけど口はつけて飲んでないです。なんか開けて終わった。よく振ってからお飲みください。野菜果実成分が沈殿することがありますが品質には問題ありません。中身が膨張し容量が破損する場合がありますので容器ごと温めたり凍らせたりしないでください。開封後はすぐにお飲みください。開封後再度キャップを閉めてそのまま放置しますと容器の破裂の危険があります。また冷凍保管や高温になる場所の放置は避けてください。あ、どうなの。胃が丈夫な女性だってちょっと、あ私は弱そうだな。なんか冷蔵庫勝手にもう入れたと思ってた。あやだ、お茶お茶、おお茶、
そう、お茶をねちゃんと入れてたんですけど、これ冷やし直してもダメですか？冷やし直しどう？よくないかな。ここ何度だったんだろう日中。でもクーラーつけてないから、何度？30度ぐらい。そんなになってないかな。冷やして寝る前に飲む。あ、寝てたらさお腹壊しても分かんないってことですか？何しよう。富士山の近くなる。どういうことだ。そう、もう一回なんか冷やしたら、草抜き頑張りました、お疲れ様です。部屋に入った時暑かった。なんかこう灼熱っていう感じではない、こうなんかカラッとカラッと暑かった。山中湖から帰ってきた、お疲れ様、ありがとうございます。朝が大変そうな。どうしよう。なんかぬる圧みたいな。確かに。そうだよね、体調ね。あ、なんかでもこういうのって熱したらいいんですかね。飲みたくなるんですけど、まあ、ちょっとじゃあ考え直します。これを飲むのは一旦もう置く場所ないので冷蔵庫に。手遅れ。いやー、そう、口をつけてないんです、開けただけです。膨らんでたらアウト。そう、あとね残り3日間過酷、明日ずっと泊まりなんで。私さ、その辛いものを食べた次の日とかにもお腹壊しちゃうタイプなんですよ。それでなんかその次の日に絶対思うんですよ、もう畜生って、もう絶対辛いものなんて食べるものかみたいな、こんな辛い思いするなら食べなくていいみたいな。でもうだんだんとその気持ちが薄まって、また辛いものを食べて翌日お腹いいを壊しちゃうっていう。懲りないの。そう、太鼓入れないの。最近は、あ、でもゴールデンウィークにあったフェスでなんか辛いものいっぱい食べちゃって、次の日おしゃべり会だったんですけど、危うかったです、私の参加が。今だから言えるんですけど、辛いものは好きなんです。なんか私のあの何、口の中は、口内は辛いものを求めてるんですけど、ここに入るとね、胃がなんかあんまり、そう、とんでもない理由、あのニャンニョムチキンを食べたから。胃はそう求めてないらしい。耐性ないのかも。ニャンニョムチキン初めて食べたし、ちゃんと
だから午前中恋してた。そうそうなの。その日はね大釜だったんですけど。そうなんです。コアル胃が好きにいいな。こんばんは。あーねえ、HKT さん、私もさ他のグループさんのステージ見たかったんですけど、ちょっと今日はまなんかあの早めに帰るって感じになっちゃった。去年はね見ましたよ他のアイドルグループさんの。そうそうそう、ね、の HKT さんすごかった。メロンジュースとか最高かよとか。あとなんか矢吹奈子さんがセンターのアルバムの曲なんだっけな、タイトル忘れちゃう。やってた。あ、あと今日ね AKB48 の18期生さん、あ、ん ?17 期生さん、18期生さんのなんか研究生で出演されたらしい。今日のパークスパーク。私最近 AKB さん特にもう本当に大好きで、音楽の日あったじゃないですか。あれもね終わった後すぐに見た、ツイッターで動画君はもっと、あーとねそれシングルじゃないですか、アルバムの方。そう、私は、私の推しメンはいっぱいいるけれども、あー去年マイキューに会ったよ。ほんとね、なんだろう、やっぱり私と一文字違いの、あ、そう Do you love me? あ、それです、それです、それです。その時期だった気がする、去年のスパーク。そうだ、あと12秒とかもやってて見た。あーそう、私と一文字違いの佐藤愛理ちゃんおしめです。うわお、すごいかわいい愛理ちゃん。でも愛はそのね愛の愛じゃなくて、なんていうあの愛、そう、あ、そう、なんて綺麗の木に星、17期生さんなんです。愛理ちゃんめちゃめちゃ可愛い、なんか選抜にも入っててよくて見る。あ、そうなんです、26日にサマーステーションに出させていただきます。イエーイ、ありがとうございます。26だから再来週かなね、もしかしたら22歳最後のフェスになります。楽しみ。チケット取ってた、 ありがとうございます、嬉しい。はい、もうすぐだ。私サマステさんに出演させていただけることが多分初めてかな、初めて。あ、六本木なんだ、初めてかもしれない。初めて。野外なんだ、あ、サマステ、あ、嬉しい。そうなんだ、
ワウチ。そうなの、そうなの。楽しみ。楽しみです。なんかフェスも選抜制みたいになってるから、今回はありがたいことに選んでいただけましたけれども、なんかその次出れるかわかんないので、ぜひね、フェスの NGT も私のことも出る時に見ていただけたら嬉しいです。初めてだ、楽しみだね。欅坂さんのところ、六本木は日向さんの庭。あ、そうなの。お庭。楽しみ。コンサートのリハと並行して多分行うので、間違えてコンサートの動きをしないように頑張ります。ファミコン40周年。あ、そうなんだ。ファミコン、お父さんとお母さん世代ちょうど。私は DS 世代です。 DS Wii。 もうね、スイッチはね、世代じゃない。わ、あの、私の次のなんかもっと10代の子かな。あ、サマステは26ですかね。13日でも終わってるじゃないですか。26日です。ミコンしたことない、多分。え、ないと思う、多分。なんてパッてファミコンが出てこないもん。どんな機械か。すいません。みんなとはちょっと違う世代なんだ。NGT カラーなの。そうなの。赤白なの。 PSP やったことない。え、マリナさんがファミコンで遊んでた。え、やばーって、やばい。今の発言やばいわ。あー、すいません、大先輩を。大先輩とさ、世代違うって言っちゃった。大先輩に、すいません、マリナさん。 DS は何やってたかな。カービィとか、あーほんまバーってやってた。マリナちゃんって昭和だっけ。ええ、プロフィールには平成ってなってたと思う。あ、そう、動物の森とかマリオカートとか、あと、そう、カービィ、ぷよぷよとか、あと、うん、そうかな。マリアさん。姉さん、姉さん。あ、お兄さんがいらっしゃるんですね。見てみたい。あ、わがままファッションガールズモードやってました。やってた。あとラブ&ベリーもやってましたよ。決まった、バッチリね。おしゃれパワーが高いとステージでもなんかすごい有利だよみたいな。
あまりか、あそうひなちゃんともやりましたね。あ懐かしい、もう懐かしい。兄さんマリナさんに似てるのかな。え見たことないかもお兄様。うん。虫キング、あでも知ってますよ存在は。虫のあの虫カブトムシとかのあれですよね、カードゲーム。晩はドラクエはお父さんがねずっとやってました。そういうのでも私はやってない、女の子だからかな。マリノさんは平成生まれです。あポケモンはなんかちょっとゲームじゃないけどなんかハマってました。あのカビゴン、ラフレシアとか。そうお父さんがゲーム好きでなんかそのドラクエとかあとなんだろう、ドラクエとかあとバイオハザードのやつとかやってた。あ脳トレやってた。なんかさ私脳トレね最初やった時になんかあれね書き取りとかを早くするが早いとなんか若いの、あなたの脳は若いですよみたいな診断なんですけど、なんか全然わかんなくてでなんかのんびりやってたら私98歳って出た。あなたの年齢は98歳です。懐かしい、そうまだ10代だったのに。ねまたまたなんかこれみたいな一つのゲームにはまりたいな、はまり尽くしたい。最近なんかゲーム一つにはまったりはしてません。あっバババ待ってバイキングライズです。はいバイキングライズもういつも採取してます。今も採取中。どんなゲーム好きなの？なんか、なんだろう。あんまり難しいゲーム、あ、ロールプレイングですかね。うん。どうもりとか好きです。あと、とんがり帽子と魔法のお店。ね、何かじゃあハマったら皆さんに共有いたします。はい、待って私絶対、いや一回もスプラストーン、スプラストーンスプラスプラッシュ、なんだろう、なんですかそのスプラの略の前、スプラッシュ、んスマ、あスプラトゥーンだ、そうスプラトゥーンで絶対ハマると思ってました。ずっと、まあ、やったことない、いつかやってみたいです。かわいい、ありがとうございます。ではランキングを見して今日のところお開きにしたいと思います。鹿尾さん、二辺てっぺいさん、白ヤギさん、おお、トンスケさん、タカミーさん、アッキーさん、ディアさん、西玉さん、スグさん、ヤナさん、エンドクリッシュさん、タカシさん、そして1位がしんいちさんです。ありがとうございます。はい、明日も引き続きお仕事頑張ります。みんなも頑張ってください。あでも日曜日か、お休みの方多いかな。お仕事がなくてお休みの日はもうとことん自分を甘やかしてね、体をしっかりと
休ませてください。ではありがとうございました。